大阪府立懐風間高等学校は、大阪府羽曳野市にある公立の高等学校。高校生急増期対策と誘致運動を受け、昭和後期1971年に新設された、府立72番目の大阪府立、羽曳野高等学校と、1978年に新設された、府立118番目の大阪府立、 西野浦高等学校を統廃合し、平成後期2009年に開校した。大阪府教育委員会の府立高等学校特色づくり、再編整備計画に基づき、羽曳野市にある大阪府立西野浦高等学校と大阪府立羽曳野高等学校の全日制家庭普通科2校を統廃合。2009年1月1日、学校敷地や校舎など、 羽びきの高校の施設をそのまま使用し、新設された。公明は、羽びきの市が世界文化遺産古市古墳群など古代市、古代文化ゆかりの地だということから、地域の歴史や風土を踏まえ先人の教えを大切にするという意味を込めている。教育課程は、全日制課程で、開校時から普通科総合選択制だったが、2016年に、 普通科専門コース設置校に改編された。はびきの高校時代の校舎ふところふゆ高校は、早くも開校3年後の2011年度の入学者選抜で、不足59人という大幅な定員割れを起こしている。定員割れの原因として、不教意は、私学の授業料を無償化、軽減制度の拡大や、試験日程の変更などの要因が大きいとしたものの、1クラスを、 超える定員割れは、学校運営上、支障を及ぼしかねない上位、税を投入して運営している、公立高校での定員割れは、生徒一人当たりの学校運営コストの上昇となるとしており、学校に対し、特色である、普通科総合選択制について、十分な説明を行っていくことや、生徒の授業内容に対する満足度44%に、とどまっており、 これを高めることも重要な課題と分析し、助言していた。なお入学者選抜について、翌2012年志向の大阪府立、学校条例では3年連続で定員割れし、その後も改善する見込みがない場合は再編対象としている。なお、懐風間高校は、ほとんど毎年定員割れとなっているによる作詞、歌手の田中誠治による作曲、 日本学生野球協会は野球部に入る意思があれば合格しやすくなると野球部入部を前提に入試が優遇されると偽った入試案内を自作した懐風間野球部の監督を2015年11月13日から2年間の禁慎処分にその案内を公立中学157校と少年野球チーム65団体の指導者に送ったとして中学校や クラブチームに郵送した部長を近親6ヶ月の処分とした。2015年入学の茶色い頭髪を持つ女子生徒個人について生徒の母親は事前に学校に地毛であることを伝えていたが学校側は女子生徒にその髪色では登校させられないなどと髪を黒く染めることを強要した。学校側は生徒の代理人弁護士にたとえ金髪の外国人留学生でも 規則で黒染めさせることになると説明した。2017年、生徒側は、指導の名の下に行われたいじめだとして、約220万円の損害賠償を大阪府に求める訴えを大阪地方裁判所に起こした。裁判の中で府側は請求規格を求め、大阪府教育庁は、原告の主張は一部、事実と違うところもあるので訴訟の中で説明していく、とコメントした。 学校の教頭は、選抜や脱色は拘束により禁止されているとしながらも、教師が邪髪から黒髪への選抜を命じるなどの拘束違反の教養、頭皮のかぶれが起こる障害行為の教養、拘束違反を行わなければ出席させないなど、学校ぐるみでの反社会的行為の継続的教養については明言しなかった。本件について、 同志社大学教授の大島海洋子は生まれ持った身体的特徴は憲法上保障されている。集団生活には一定のルールが必要だとしても学校側は生徒の髪をどうしても黒染めにさせなくてはならない理由を具体的に説明する必要があると話している。2021年2月16日大阪地裁の横田のり子裁判長は複数の教員が 原告生徒の受系が黒色であったことを確認しており、茶色に染めた髪色を黒に戻す、よう指導するのは教育的指導の範囲内だとして、原告生徒の訴えを一部棄却した。一方で、生徒名簿からの名前の削除については違法と認定し、大阪府に33万円の賠償命令を下した。全身2校の著名な卒業生についての、ありがとうございます。